皆さんこんにちは、北野です。今日はですね、フリーランスが知っておくべき集客コンサルの闇を暴露ということでですね、今日はちょっと久々に、まあ僕自身が実体験でいろいろ見てきた中でのその業界の闇っていうのをね、いろいろちょっと暴いていこうかなと思います。で、今日の話、なんでこういう動画を話するかって、これがフリーランスになっていきたいとか、今フリーランスの人は知っておくだけでも、例えばもう本当に中身のない高額なね、コンサルにですね、お金を取られてしまうとか、なかなかね、自己投資失敗するっていうことはね、減らせると僕は思ってるんですよ。なので、今回はね、あえてちょっとこの、まあ、センシティブなですね、そういったテーマについて話していきたいなというふうに思いますということで、まあ、まず実例をね、ちょっと4つ話していきます。まず1個目の実例っていうのはですね、実際に2年前の SNS のノウハウを高額を払って、取って教えるスクールみたいな、まあ、こういうのが世の中に実はあるわけです。まあ、これはコンサルの人もそうなんですけども、で、僕が昔ね入ったスクールで、まあ、80万ぐらいの頃あったわけですね。で、そこの内容ってのは、まあ、学んでるうちはいいんですけど、後で気づいたのが、まあ、昔の Facebook のね集客術で昔流行った時期があるんですけど、その2年前ですよ。SNS ってね、もう半年前のノウハウ古いって言われるぐらい、もう半年前のノウハウってあんまり使えなかったりするんですよね。でもそのスクールでは2年前の再現できたノウハウっていまだに高額を取って教えてたみたいなところがあったわけですよ。で、僕もそれを実践しても、まあなかなかやっぱ結果出てなかったわけですよね。コンテンツに書いてあることをそのままやったとしても、そもそもここのボタンないやみたいなとか、もう SNS でもこの機能も今ないやみたいな、まあ話があるわけですよね。なので、まあ常にやっぱ最新のね、ノウハウを教えてるところはちゃんと学んでいただくってすごい重要かなと思います。で、2つ目の事例はですね、自分が実践していないのに口先発するだけであたかも自分がやったような実績として見せるコンサルタントっていうのが実際いるわけですね。で、世の中には例えば YouTube 全然伸びてないのに、YouTube で10万人登録達成する方法を教えますみたいな、ホラーを吹いてですね、それですごいお客さん集めたりとかリスト集めてるだったりとか、そのコンサル売るみたいな人も実際にいました。で、これはですね、当たり前ですけども、自分がやってもいないことを教えられるのかって話ですよね。じゃあ生徒さんもちゃんと結果出るのかってよくわからないじゃないですか。なので、そこはちゃんと自分で実体験を基づいてやってるのかっていうのをちゃんと見ておく必要があるかなというふうに思います。三つ目、生徒の実績を捏造するということですね。これよく、まあ、広告とかね、LP とか言われる、まあ、ページとか実績者もこうやってあると思うんですが、そこ皆さんよく見てほしくて、これ結構ですね、美容系とかもそうだし、エステとか通販とかも全部そうなんですけども、実績者の声って、ちゃんとその人顔を出してるかっていう話なんですよね。で、世の中には、やっぱりその名前だけとかニックネームだけで、実際にもう、その自分の会社で実績の声捏造しても、こういう感じでコピペで書いちゃえみたいな感じでやってる業者っていうのは、やっぱ未だにちらほらあったりするわけです。まあ、どこの誰とは言わないですけども、っていうのがあったりするので、まあ、ちゃんとその実績者の、人が自分で顔を出してるとか、もしくはインタビューの、ね、動画をちゃんと記録として残してるとか、そういうところをちゃんと、ね、見た方がいいんじゃないかなというふうに、思います。4つ目、たまたままぐれで一発当たったアカウントの事例をあたかもみんな再現できるように言う人ですね。はい、これは例えばじゃあ YouTube とかもそうですけども、まあインスタとかもそうですけども、たまたま売上100万いきましたっていうやり方をじゃあ私教えますよってなったところで、それって再現性ないんですよね。しかもまぐれで当てる人っていうのはもともと実力がないのに、たまたま運でうまくいっていくってこと、これビジネスでよくある話なんですよ。で、そのノウハウとか確率の対決されたマニュアルがないのに、それをあたかも自分の実績として引き下げて、それでね、みんなにもできるよ、初心者でも誰でもできるよみたいな形でコンサル売っている人っていうのを世の中にもいたりします。なので、それは本当にその人が他のジャンルでもちゃんと実績を出してるのかとか、その人の実績に生徒さんの結果が出てるのかっていう、その再現性の部分っていうのはね、ちゃんと見ていく必要っていうのが注意点としてあるかなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、結論をまとめると、最後まとめ3つですね。まずポイントとしてしっかりとね、コンサル選びで失敗しないと思います。1個目が本人が実践をしていて、そして数値として本人自身も、ちゃんと見える成果を出しているっていうところがまず1個目のポイントになります。例えば、まあ、うちの会社弊社とかであれば、実際累計で1000名以上の、学科生と輩出しておりますし、弊社はね、YouTube チャンネルとかでもですね、本当に数十人以上ですね、実際に実績者のインタビューとか実際に顔出しをしていただいて、その上で生のお声っていうのをですね、もう基本的に事前打ち合わせなしで撮っている動画っていうYouTube もどんどん、アップしていっておりますし、まあ、過去2年分合わせると多分100本以上は、ね、上がってるかなと思うんですけども、であとはですね、実際にうちの場合だったら実際 LINE のリストっていうのはこれぐらいの期間でこれぐらいのリスト取れてますよって、実際そのエビデンスっていうのも動画とかでバンバン出してるし、説明会とかでもやっぱ見させていただいてると、まあ、いうことがあるので、まあ、そういうところちゃんと見た方がいいかなというふうに思います。2つ目、その人だけじゃなく受講生も結果が出ているということになります。で、実際ですね、その人がたまたまうまくいったってやり方を、模倣して、で、生徒さんも結果出るんだったらそれは本物だと僕は思うんですよね。ただその生徒さんがちゃんと実績を出しているって、その生徒さんのお声をしっかりとね、見ていただくっていうところはね、非常に重要になってくるかなというふうに思います。3つ目、再現性が高いこと。で、これね、僕昔ブログ集客のスクールに入ったことがありました。で、ブログって結構やっぱ難しいんですよね。で、伸びるのはやっぱ SNS と比べると1年とか2年くらいかかったりもするし、で、僕が入ったスクールっていうところはまあしっかりとしたスクールではあったんですけども、そのブログのスクールっていうのも結構数十万高額なスクールではあったんですけども、結構教え方が感覚的というかですね、ブログはためになる情報を書けみたいなことをまあ言われるわけですよ。でもためになる情報って
って何っていう話なわけですよね。ってなった時に、結局のところ、じゃあこういう的に第一文目はこういう風なテンプレートのひな型があって、第二文目はこういう風に書いていくんだよっていうね、そういうふうにテンプレートに落とし込んでいるとか、本当に全くの初心者の人であったりとかでもしっかり結果が出るような、そういったマニュアル化されているのか、そういった再現性が自分でもできるのかっていうところをじゃあ見た方がいいと思います。例えば、パソコンがめちゃめちゃ得意で元々プログラマーやってましたっていう人が、ブログとかじゃあホームページを作るスクールに入る。これはでも結果出る確率高いわけです。でもパソコン全く触ってもない人がいきなりホームページ作ったりとか、IT のゴリゴリでね、システムエンジニアになるとかってやっぱそれぐらい努力しないといけないですね。だから自分の今のスキルでも本当に結果を出していけるのかっていうのはね、客観的にちゃんと精査した方がいいんじゃないかなと、まあ個人的には思います。ということで今日ねお伝えした3つのポイントしっかりと押さえていただくだけでもね、コンサルエラーで失敗するってことはねだいぶ減るんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。ということで今日の動画少しでもためになった方、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録、また下の概要欄から LINE 登録していただくとプレゼントもらえるんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、それではね今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。